アフガン戦争、アフガン戦争、アフガン戦争、英語、アフガンウォーズは、近現代にアフガニスタンを舞台に起こった、諸戦争のうち、特に19世紀から20世紀初頭に行われた、アフガニスタンとイギリスの間の3にわたる、戦争のこと、アングロアフガン戦争とも言う。第1次、1838年から1842年、と、第2次、 1878年から1881年のアフガン戦争は19世紀に繰り広げられたグレートゲームの一環として中央アジアに進出したロシア帝国がインドへと野心を伸ばし来ることを警戒したイギリスが先手を打ってアフガニスタンを勢力圏に収めるために行った軍事行動であり第二次アフガン戦争によってイギリスはアフガニスタンを保護国とした アフガン戦争は競技にはこの二度の戦争を指す。第三次アフガン戦争、1919年は第一次世界大戦直後に行われた戦争で、アフガニスタンがイギリス領インド帝国に攻め込んで独立を認めさせた以下である。現在のアフガニスタイ国家の原型となったドゥダーニー長を築いたパシュトゥーン人ンの王家が1818 18年に統一を失った後、 1826年に、ドゥッダーニー系部族、ムハンマドザイのドースとムハンマドハーンが代わって、権力を握り、バーラクザイ彫刻を創始。宿王国のランジートシングは、ドゥッダーニー・朝の旧王家のシュジャーシャーを支援し、1834年に、シュジャーシャーが、最後の反撃をバーラクザイ・朝に加え、敗北はしたもののランジートシングがペッシャーワルを獲得した。 1835年にドースト・ムハンマドがアミール・アルイコールムーミニーンを称してバーラクザイアサを起こした。1837年、デワが勝利した結果、シク王国の影響力はカイバル峠までとなった。イギリスはロシア帝国の南下政策に対抗するためにアフガニスタン国内への軍の進駐を要求した。ドースト・ムハンマドは これに対して、ペシャー・ワールの回復という対価を要求した。これに対し、イギリスのインド総督である、第2代オークランド男爵ジョージ・イーレンは、ドースト・ムハンマドの権力掌握を嫌い、シュジャー・シャーと同盟者のランジート・シングを支援して138年に、アフガニスタンに対し戦線を布告した、シムラ宣言マイナス。1839年1月、イギリス東インド会社軍は、 クエッタからアフガニスタン領内に入るとカンダハール4月25日ガズナカーブル8月7日を次々に占領した国王ドストムハンマドは中央アジアのブハラに亡命し1840年には帰還して再び抵抗するもののイギリスに敗れて投降した東インド会社軍は一旦アフガニスタンを平定しシュジャーシャー国王を復位させた だが、バーミヤーンでバーラクザイアサの勢力が抵抗を続け、また、アフガニスタンの各地で、侵入軍に対する反乱が勃発し、1842年1月、カーブルに駐留していたイギリス軍は撤退した。カーブル撤退時の陶器の峠越えと、アフガン兵の襲撃により、兵士、妊婦計1万6千人が全滅し、イギリスが擁立したシュジャーシャー国王も殺害された。 同年が秋、イギリスは、報復のために、再び派兵し、カーブルと周辺の村落で破壊を行ったが、この作戦を最後に、戦争の継続を断念し、英領インドに捕らえられていたドーストムハンマドの帰国と、服が認められて、第一次アフガン戦争は終結した。福井後、1855年にイギリスとの間で、ペシャー・ワル条約を結んで領土の相互保全を訳し、 北と西で、現在のアフガニスタンの領域へと支配を広げた、ドースト・ムハンマドの死後、兄弟たちを倒して、後継者となった息子シル・アリー・ハーンがイギリスとの関係を軽視し、また、ロシアが1868年に、ブハラ・アミール国、1873年に、ヒバハン国を保護国とし、1876年には、高感度ハン国を併合して、 中央アジアへと直接進出する情勢はイギリスを大いに刺激した。1878年7月、ロシアがアフガニスタンに施設を送ると、シールアリーは拒絶しようとするがカーブルへの到着を許してしまい、これに対して、イギリスのインド副王である第二大リットン伯爵ク,クロバトブルワーイ,イコールリットンの送った施設が国境で拒絶される事件が起こった。 ロシアのアフガニスタン進出を恐れるイギリスのベンジャミン・ディズレイリ内閣は強硬姿勢を取ることに決し、再びアフガニスタンに戦線を布告した。1878年11月、イギリス軍、英印軍は、ペシャー・ワル方面、ブラウン将軍指揮下の1 6千0 0人、下方48門、クラム方面、ロバーツ将軍指揮下の6千0 0人、下方18門、カンダ・ハール方面、 スチュアート将軍指揮下の1万3千人、下方32門の三点に分かれて、アフガニスタンへと進攻した。戦闘は、イギリス軍の優勢のうちに進み、カーブルなどの用地を占領した。やがてシールアリーは、北部のマザアリシャリーフに逃れて、同地で死去し、後継者はイギリスに駆使して1879年5月15日にを結んで、東南部の活場とイギリスに、 外交権を移譲して保護国となることを認めたが、依然としてアフガニスタン側の反抗が強く、イギリス軍は苦戦を強いられ、ヤークーブ・ハーンも退位して、インドへと亡命した。1880年7月27日にカンダ・ハール郊外ので、ヤークーブの兄弟に大敗を喫するなど、イギリス軍は大きな損害を受けながらも、9月1日ので、アイユーブ・ハーンを撃破すると、 1881年までアフガニスタンへの駐留を続けた。結局イギリスは混乱の中で亡命先の中央アジアから帰還していた王族の一員アブドゥッダフマーンハーンが台頭してくると彼を交渉相手として供することにし、外交権をイギリスに委ねて保護国となることを認めさせ、イギリスの面目と当初の戦闘目的を果たす見返りに彼に庇護を与え、 自立支配を許す条件で撤退することとなった。国境は結局ガンダマク条約のものが踏襲され、東南国境は現在のアフガニスタン・パキスタン国境線に確定することになるが、これによってパシュトゥン人、アフガン人の居住地が二つの家に分断された。イギリスの後ろ盾を得たアブデラフマーンはいとこに当たる、アイユーブハーンを追って統一を回復すると、 アフガニスタンの近代化に乗り出し、その後、ハビーブラー・ハーンもその政策を継承した。1919年、ハビーブラーが暗殺され、アマーヌラー・ハーンが即位を宣言した。アマーヌラーは、第一次世界大戦によって、イギリスが疲弊した後期と捉え、イギリスに対するジハードを唱えて5月3日、カイバル峠の国境に軍を進め、領内のパシュトゥーン人が交往して、 反乱を起こすことを恐れた、イギリスのインド帝国当局もやむなくこの挑発に乗って、ギリス軍を動員、第3次アフガン戦争が始まった。5月11日、第1インド不評師団は、第1機兵旅団の支援のもと、ハイバル峠のアフガン軍を攻撃し、これを敗走させた。同日、イギリスの航空隊がジェラーラバードを爆撃し、この方面のアフガン軍は、 完全に、指揮喪失した。しかし、5月23日、ホスト地区のムハンマド・ナーデル・シャー将軍指揮下の部隊が、インド領内に侵入して、タリ駅を占領し、イギリス軍に異国大隊を包囲した。6月1日、ダウエル将軍の不評旅団が反撃に転じ、アフガン軍を撤退させた。この戦争では、アフガン軍が、イギリス領に攻め込む形で始まったが思うように、 戦火が上がらず、また、イギリスが空爆を行ったことやインド帝国側のパシュトゥーン人の支援が満足に得られなかったとから、海戦早々に戦線はこ着した。5月末にアフガニスタン側は停戦を申し入れ、戦争の長期化を嫌うイギリスもこれに応じて6月3日に休戦した。第三次アフガン戦争の結果、アフガニスタンは8月8日に結ばれたで外交権を、 回復し完全独立を達成した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。